今回の動画はウォーミングアップについてお話と実践していきます。トレーニングの前に必ずウォーミングアップというのはやっていきます。結構ですね、ジムとか行ってるとウォーミングアップしないでやってる方もいらっしゃるんですけど、こちらのトレーニングでは必ずウォーミングアップをやっていきます。なぜかというと、ウォーミングアップすることによって、まあ、怪我の防止予防もありますし、あとは体のですね、使い方、要はスイッチが入るので、これから運動しますよっていうのを体に合図を送ってあげる。そうすると効率的にトレーニングができてきますので、必ずウォーミングアップを入れます。で、ウォーミングアップをする上で大事なポイントは3つです。1つ目は呼吸、鼻で吸って口から吐くという形ですね。で、特に、吐くときに体を動かしましょう。吸ったり止めたりしちゃうと体っていうのは固まってしまうので、必ず吸いながら、吐きながらやっていく。吸うときは短め 2,3 秒、吐くのは長め8秒9秒ぐらいで、で動かしていきましょう。まず1つ目呼吸、2つ目は、体の意識をつけることですね。ただ動かすのではなくて、どこが動いてるのか、体の感覚、ただ動かすんではなくて、まあ、目をつぶると分かりやすいですね。この空間の中で手がどう動いてるのかなっていうのをちょっとイメージしながら動かしていく。なので、まあ都度行ったりしますけど、ただ動かすのではなくて、さっき見て場所どこを使ってるのかイメージしながらやっていきます。で、3つ目は無理をしないことです。これ非常に大事ですね。で皆さん、ウォーミングアップとかで一生懸命やりすぎちゃったりする。で、頑張っちゃうと肩に力が入っちゃうんで、トレーニングは頑張りますけど、ウォーミングアップはまずリラックスである程度動かしていく。そうすることによって筋肉が温まって血液も回りやすくなりますし、あとは関節だったりとかっていうのも柔軟性が上がってくるので、まあより動きがスムーズになるという形になりますので、まあこちら3点を注意しながらウォーミングアップをやっていきます。なのでこの後は実際にウォーミングアップを皆さんと一緒にやっていきますので、ぜひ動画を見ながら一緒にやっていきましょう。最初のウォーミングアップは背中周り、まず右足を前に出していただいて、かかとと膝の距離は拳3つ分ぐらいにします。で、後ろの足はリラックスした状態で、前習いから耳の高さまで上げていって、後ろに倒して背中、背骨を動かしていきます。で、元に戻す、吐きながら上げていって、後ろに吐きながら上げていって、3、全部で5回いきます。4、ラスト、そしたらこの状態のまま、出してる足の方の手を開いて、頭の位置は変わらずに目線だけ指先を折って、肩甲骨を開いていきます。胸も開きます。1、吐いて戻す、2、3、4、5、 OK。で、次は反対側ですね。左手を同じように前払いして、足に力が入らないように、反動をつかないようにしていきます。1、首は最後に動かしていきましょう。2、吐く息で、3、ふーっと吐いて、ラスト、5。では後ろに手を伸ばして背中を見ていきます。1、吐いて、2、肩に力を入れないように、3、上がらないように気をつけましょう。4、ラスト、5、 OK。ではもう一度右足に切り替えて、今度は手を後ろについて、ももの後ろから膝、裏、ふくらはぎ伸ばします。後ろについて裏を伸ばしましょう。
このぐらいですね。でそのまま出してる方の足に体重をかけて左手をついて右手を天井に向かって開きます。肩が入らないようにしっかり開いてきます。で戻して後ろについてグラウンドを伸ばして前に行って繰り返しましょう。2ダウン後ろ前吐息で3後ろ前膝とかかとの距離4ラスト後ろ前5はい OK。 同様に反対いきましょう。左足に変えて後ろに伸ばして右手をついて左手を上にアップ1。上半身から下半身から上半身の連動性ですね、動きをつけていきます。3吐く息で4ラスト5 OK。 では次は背中からお腹周りを伸ばしていきましょう。肘をついていただいて体を1回寝かせちゃいます。両膝を曲げます。この状態で右手から斜め上対角線上に向かって手を伸ばします。で戻して反対指先をしっかり見て肘が曲がらないようにまっすぐ伸ばして上に伸ばす。3膝から下の力を抜いてお腹と背中456 7 8はい、OK。 では上半身終わったので次は下半身いきます。で股関節をちょっと伸ばすんですけども、足肩幅にしていただいて右足から手は前に行き過ぎないように四つ這いの姿勢を作ります。で右手の横に右足を出して股関節内ももの内側伸ばします。で戻して反対左足出す、戻して右、戻して体が落ちないようにしっかり立たせたまま、でちょっと余裕がある方は腕立て伏せの姿勢で同じように前に出す。お腹が落ちないように股関節を伸ばします。テンポよく9ラスト10はい OK。 ではラストは全身全体的に伸ばしていきますよ。両手を地面にしっかりベタッとつけます。で膝を曲がってもいいです。なるべく伸ばしていただいてこのまま前方に進んでいきます。1ぐーっと伸ばしたら手を使って元に戻ります。この時も指先だけでやらずに手を全体つけます。 OK。 もう一丁1いけると思ったら今度は足を前に持ってきて後ろ全体を伸ばしましょう。1はい、OK。 このような形で、ウォーミングアップですね。体の、使い方というかスイッチを入れるようなトレーニング前のウォーミングアップになりますので、ぜひですね、ウォーミングアップの場合は止まってストレッチをするというよりも動かしてスイッチを入れる、トレーニング前でもいいですし、朝起きた時とかの目覚めをスッキリさせるのにも効果的です。血液が循環しますので、そういうのも含めて取り入れていただけるといいかなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。